いわゆる袴田事件で、今週東京高裁が再審開始を認める決定をしたことに対し、東京高検が特別抗告をする方向で検討していることが分かりました。審理の長期化は避けられない見通しで、弁護団は怒りをあらわにしました。袴田さんは心を病んでしまいましたが、無実を証明するために全身全霊をかけて生きてきました。東京高検の前で必死に声を上げる袴田巌さんの弁護団と支援者たち。特別抗告の断念を求める抗議活動は連日続いています。いわゆる袴田事件をめぐっては、今月13日東京高裁が袴田巌さんの再審裁判のやり直しを認めましたが、検察がこの決定に不服がある場合、20日までに特別抗告すれば裁判をやり直すかどうか再び最高裁判所で審理されることになります。関係者によりますと、東京高検は最高裁に特別抗告する方向で検討しているということです。この報道を受け、今日弁護団は急遽会見を開きました。特別抗告、そういう報道があるけれども、その報道は間違いですよねと、特別抗告は絶対にしないでくださいという申し入れを、行うことということで集まりました。なんとなく組織の流れで、別に認められなきゃ認められないでいいや、うまくすれば認めてくれるだろうぐらいな、それでやってるのか、もしそんなことであれば、それは本当に大間違いですと。そもそも特別抗告は、憲法違反や判例違反を理由に申し立てができるものです。弁護団は、検察は特別抗告する理由がないと強く批判しました。何が今一番問題なのかというと、特別抗告をする理由がないんですよね。理由、それなのに特別抗告っていう規定が、刑訴法に規定があるからやろうとしてる。本当にだから無実の人が救われてないという、本当にこのことを捉えても、日本っていうのがね、いかに人権列国だと。そして会見が終わると、その足で東京高検に向かい、特別抗告を断念するよう、東京高検の検事長だけでなく検察官全員に対する申し入れ書を提出したのです。袴田巌さんは87歳、姉の秀子さんは90歳。検察が特別抗告すれば、審理はさらに長期化することになります。検察が特別抗告を検討しているという報道に対して、姉秀子さんは、まだ特別抗告されていないのでコメントのしようがございませんと話しています。元東京地検特捜部副部長などを歴任し、検察の事情に詳しい若狭勝弁護士は、検察が特別抗告を検討しているのは、東京高裁が一歩踏み込んだ判決を下したことが影響していると話します。東京高等裁判所の決定の中で、やはり捜査機関側が証拠を作った、まさに証拠を捏造したような決定の内容になっていると。そうしますと、今回特別抗告をせずにそのまんまにしてしまうと、まさに証拠を捏造していたということがありきというような形になってしまいますので、東京高等裁判所の決定を受け入れるような形で何も特別抗告をしないわけにはいかないと、そういう思いが根底にはあるんだろうと思います。特別抗告は憲法違反や判例違反がある場合のみ認められていて、期限となる今月20日までに検察が特別抗告をしなければ、
静岡地裁で再審が始まりますが、特別抗告をすれば裁判をやり直すかどうか再び最高裁判所で審理されることとなります。若狭弁護士は検察が判例違反を理由に特別抗告をする可能性があるとした上で、こうした主張は再審の場ですべきと話します。今度は再審という、本来のその土俵があるわけですから、その再審裁判の中で自分らの主張をすればいいわけですし、そこにおいて証拠が捏造されているということは決してないということをきちんと再審裁判で主張すればいいわけですから、それをやはり今の段階で最高裁判所に、特別抗告をしてまた時間を費やすということは、やはり正義の観点からあってはならないと私は思います。 SNS 上でも検察に対する批判の声が高まっている中、若狭弁護士は検察は特別抗告することで時間を稼ぎ、こうした世論の動きを抑えたいという思いもあるのではないかと話します。静岡地裁の再審開始決定から9年、審理がさらに長期化することになるのか検察の判断が待たれます。